はい、どうもこんにちは。えっ、ー、と、今日はあのー、僕が目立ての動画を作ってるんですけどね。最近いくつか作ってるんですけど、このきっかけというか。まあこの目立ての動画を作るようになって勉強になったことたくさんあります。うん、それをね。ちょっとだけ話してみたいと思います。こんなね。こんなあの作業場っていうかこれね。ちょっとね。普段もっと綺麗になってるんですけどね。 あのちょっとリアルな感じを出すためにちょっとわざとねこう乱雑にいろいろ置いてみました普段はもっときれいなんですよ。それであの何が勉強になったかっていうと他の方の動画をよく見るようになりましたそれでね何回も見てる動画もありますあのプロの方ねえ山師っていうのか 杉の木とかねあの切り倒す職業の方のとかあと機械屋さんの目立て動画とかあと DIY でやってる人の動画とかあとね試し切りとかもやってる動画もありますよねその目立てと同時に試し切りやってる動画もありますそういうのを見るとねすごく勉強になるんですよ。やっぱりり特にねね試し切りがあると、ね いいですよね。あの自分でやってみて思ったんですけど、自信がないとね。っていうかまっすぐ切れるからね。薄く切れるんですよ。試し切りね。あの長めに切っちゃえば。こう、自重で傷口が開いてくるんで切るのも早いんですよ。で薄く切るとね。斜めに切れてるのがばれちゃうんですよ。いや技術的なあの切る技術的なこともありますし、この目立てのね。 あの技術的なことも両方バレちゃうんですよ。それで薄くね切ってる方もいますあとねそれでまあ特にある人の動画でいろいろ気づいたんですよ。やっぱりね何回も見てますこの動画も。ただ自分が動画を作ってはいろんな人の動画を見てえまた自分で動画を作ってまた他の方の動画を見ると。 そういうい繰り返しですそれでねそのうちにだんだん分かってきたことがあるんですよ。で例えばこのあ新しい新しいっていうかね自分でその左右差が出ない方法を見つけたんですが、うん、なぜ難しいかっていうと目立てては角度だけじゃなくて力の方向ですよねこれが大事なんですよ。でこの水平方向に 力を入れることとが大事ななんですすそれに、ね、触れれに触触てている動画触れてない動画画あありますあと力を入れる方向イコール僕はこの指の腹の方向だと思うんですよね。指の腹の方向に力が自然と入ると。あるいはまあこうやって水平に力を入れる人もいるのかもしれないし左手でここをサポートしてこっち方向に力を加えてる人もいるだろうし。 まあ、とにかく力の方向それに見てわかる形でねこう例えば親指の腹を添えるとか人差し指の腹を添えるとかそういう形で力の方向について、えー、説明している動画とそうでない動画があります。でねものによるとねそれどころか下方向に力入れてんじゃないのこの人はと思う動画もあります。実はねある あのアクセス数多い動画でそうやってんですよ。でちょっとねそれは気になってたんです。まずその点が一つですね。多分ね下に下に力を入れてったら当然ねこの刃の、えー、この上歯の方は研げません。で下深く深く削れてしまうんですよ。でいわゆるそれは、えー、それはフックっていう状態になります。 あの上場が研げないで下へと下が研げてしまうフックっていう状態になりますそれでねフックになっちゃうんじゃないかなって前々から思ってたんですよそしたらねまあその人の動画ねこのとにかく老眼鏡をかけてくださいと特にね中高年の方は老眼鏡をかけてくださいなぜなぜらここの5分の1ここのの分 出っ張る形でちなみにねこれちょっとワンサイズ太いヤスリなんですけど5分の1えー、出っ張る形を維持するようによく目で見てあと歯がとげたかどうかも目で見なくちゃダメだって言うんですよその人はね要は目が見えなくてはあのよくとげないとだけどねこれで、ね、果たしてえー、これ5分の1 維持しててるるるかかかどうか見ながら遂げる人っっいんんでですすねねこれね非常に疑問だったんですよあとこの刃先がね研げてるかどうかいくら若くて目がいい人だってそんなの見,れる見える人いるのかなってね非常に疑問だったんですよ。それで下へ力を入れてるうーあとこの刃先を見てくれこの出っ張りを見て維持してくれそれを言ってる人はね同じ人です。 同じ人が言ってます。この人本当かなーっていう疑問が湧いてきたんですよだんだんね。それであるその人の動画見たらこの刃がねこれ研ぐとだんだん短くなってきます。短くなってきたらワンサイズ太いヤスリで研いだ方がいいっていうんですよ。でも正しく研いでいればワンサイズこれ実はワンサイズ太いあの。 ヤスリなんですけど出っ張りが大きくなっちゃうんですよましてねあの当然そうですよねあのこの刃っていうのは研ぎ進めれば背が低くなってきますだから背が低くなったところに大きいヤスリ直径の大きいヤスリをやれば出っ張りが規定より大きくなってしまうんですよおそらくねこの人は そのフックになってしまってるんですよ。それを修正するためには太いヤスリを使うしかなくなってしまったと。研ぎ進めるたびにワンサイズずつ太いヤスリを使い続けているんじゃないかな。まあ、そういう想像が成り立ったんです。それでね、あのー、さらに続きやります。その人ね、あのー、割と最近ですけどうん試し切りをやってました。 ところがねそういう人前はね「かたじゃなくちゃダメだ」って言ってたんですよ試し切りはね「かたじゃないとダメだ」僕もそう思いますあのまあ杉の木を切るのも職業としている方も多いかとは思うんですがまあこういう目立て動画を見る方ねほとんどが巻キストーブユーザーじゃないかと思うんですよ杉の木切ってる人は杉の木専門で切る人は少ないと思うんですね杉の木を専門で切ってるプロの人は こういう動画を見るまでもなく、もう記述を身につけていると思うんですね。だからカタを切るのが大事だと思うんですよ。で、その人もカタじゃないとダメだって言ってました。ところがね、杉の木持ち出してきたんですよね。その人ね、どういうわけかあのうん試し切りで杉の木持ってきて、で電動チェーンソーで突っ込み切りして、で電動チェーンソー止まってましたね。 なんか突っ込み入りして突き抜ける時に止まるってそれはね抵抗が大きいんですよその人の言うにはバッテリーの容量が小さいからだって言ってましたけどまあそれも多少はあるでしょうがそもそもの原因は抵抗が大きいんですよバックスロープになってるから僕はねそう、あのー、動画ってねやっぱそうやって次々証拠が残っちゃうんですよ僕は言ってることも 間違ってるかもしれませんでも間違ってるなりに言ったことやったことねここ記録として残って公開されちゃうんですよ。だから僕が言ってることもそうですしその人が言ってることもそうあとあとね残っちゃうんですよだからあのね最初からそのこのヤスリを研ぐ時の説明からね研ぐ時このヤスリの持ち方からしてあの 下へ力を入れてフックになってるフックになってそれを修正するために太いヤスリを使うなくちゃダメだとか言ってるそして、えー、試し切り杉の木でさえ柔らかい杉の木でさえいくら気温が低くて電動チェーンソーとはいえ電,電動チェーンソーがね、えーあのー、ストップしちゃってるんですよ。あのー、過大なな力がかかるると止まよようになってるんですよね まあそれはバッテリーを守るためでもあり何て言うんですっけこの反動ねうんと何だっけバックラッシュじゃなくて何て言いましたっけちょっと言葉出てこなくなりましたけどその危険を防ぐためでもありまあうん機械を守るためでもあり人間を守るためでもあり保護機能が働いて止まるようになってるんですよ。だからそれで止まっちゃってるようですよね。 でね、それで、ね、ま,まあねこれさっきも言ったようにこの僕が言ってることが正しいかどうかは分かりませんただそういう目で見ね、あのー、見てください他の動画をねあで、えーあのー、ちなみに僕のやり方で今回は説明しませんが、あのー、左右差をなくして誰でも一発で、えー、切れる。 目立てができる方法は僕の他の動画にありますのでそれを見てくださいまたねこれからもまだねそれ30年以上 JSON 使ってますけどねここ最近なんですよ1ヶ月2ヶ月の間にできたものなんですよだからあのまだまだ進化中なんですそれでねできればね皆さんにもね真似してね検証してもらいたいんですよ でダメだったらダメだったとあのうんあのねコメント欄に書き込んでほしいんですあの、まあ、まあ一つうーん注意点としては歯が,が新しい状態から始めるとそれで、えー、切れなくなる前に研ぐとそれは基本ですねまあ他の研ぎ方でもそうだと思うんです一度ねフックとかそういう状態になってしまってから修正するのって難しいと思うんでだから いい状態のまま新品からいい状態のままえ維持していくと自分なんかはねあの多くても半日に1回ですよお昼に研ぐだけねそれで十分ですそれだけを守ってくださいそれでねあのダメだったらダメとはっきり言ってほしいんですよこれねそれで他の動画ね他の動画は本当に 疑ってみてみください僕の動画もねねね疑ってみてみくださいいよ僕、ね、結構、ね、見た目怪しい顔してんですよ僕の顔はね自分で言うのもなんですけどアジアに旅行に行った時ね東南アジアとか旅行に行った時僕みたいな顔した片言の日本語を話す地元の人についてったらねダメなような気がしますね僕ならついてきませんイメージですけどねあくまでねなんかねでも 動画ってね、やっぱり人の顔を出して、なんとなく人柄がつか伝わってくれるような気,気がするじゃないですか。実際ね、人柄が良さそうな人がね、いるんですよ。で、実際人柄いいんだと思います。でもね、人柄がいくら良くてもね、間違ってることは間違ってるかもしれないんですよね。間違ってることは間違ってる。だから、ちょっとね、疑いの目を持ってね、僕が言ったこと、僕が言ったことが当たってれば、 それはねその動画やってる人がね下手くそっつうかインチキなんですよ本当にね、うん、そういう目で見てくださいという話でしたそれでねあの何度も言いますがあのこのねうん丸やすり1本でやる方法これを次々あの更新してね完成度を上げていきたいと思いますそれで皆様も、うん、できれば動画作る方 できれば僕の方法をパクってください。あのできればコメント欄にねコメント欄でも何でも一言パクリパクりますってパクるって言葉は悪いですね、えー、コピーして、うん、真似ってくださいで改良できればねできれば改良をお願いしたいんですよまだまだ改良できたばかりなんでねいろんな方に検証してもらって、えー、そうですね、えー パクリじゃないですねあの試して検証してもらいたいとうんそういうことをお願いします特に動画作ってる方もお願いしますあと動画見る方ね疑いの目を持って埋め立て動画見てみてくださいきっと新しい発見があると思いますはい以上です